皆様こんにちは、あすみです。前回この企画には残念な事件、不動車なのにエンジンがかかってしまうという事件が発生してしまいましたが、他にもやることがたくさんある原付なので、じっくりいじり倒していきたいと思います。今回は外装の取り外しと掃除をやっていこうと思うんですが、そのために用意したものは、まずサービスマニュアル。こちら。これ中身結構細かく書いてあります。パーツを取り外すのに順番通りやらないと外れないみたいなので、頑張ってやっていこうと思います。次に、中性洗剤とスポンジ。これは100均のものでいいと思います。スポンジはいつも使っている5、6個入ったやつ。次にパーツクリーナー。これはホームセンターで2、300円で売っています。頑固な油汚れとかのところに使っていこうと思っています。次にウエス。これ前に紹介したウエスなんですけれども、このように1枚1枚畳んで置いてあります。こうすることによってすぐに取り出せて使いやすいっていう。はい、このウエスなんですけれども、本当はボロ雑巾とか、あと使ってない着てない T シャツとか、そういうのでもいいとは思うんですが、今回はウエスを使っていこうと思います。次にビニール袋とガムテープ。これは濡れてはいけない配線部分などを保護するために使っていきます。はい、最後にスプレーグリス。これは掃除の時に落としてはいけない油を落としてしまった時とか、あと長年使われているものなので、こう動きが悪くなっているところがあると思うので、そういうところに使っていこうと思います。はい、洗剤なんですが、洗車用の洗剤を購入しようとも思ったんですが、バイク乗りの皆さん、この食器用洗剤を使っている方結構多かったんです。食器用の中性洗剤だったら100均でも購入できるので、コスパもいいかと思います。一応サービスマニュアルで予習はしているんですけれども、整備作業デビューということでかなり緊張しています。今日の作業はお庭で行いますので、基本アフレコですが、どうぞご覧ください。安住工場委員会。それではビーノちゃんを丸裸にしていきます。シートぐらいは外せるだろうと舐めていたら、あれ、レンチが入っていかないというか、いろいろ引っかかってうまく使えない。使っている道具自体間違ってました。用途や場所によって道具を使い分けていかなきゃいけないのに、この時私の頭の中はメガネレンチとドライバーしかありませんでした。いい工具買っても意味ないですよね。今後結構こういうシーン出てくると思いますが、多めに見てやってください。なんとシートを外すだけでかかった時間は5分以上。先が思いやられます。次に2台、スタンディングハンドルを外していきます。これはもうナットを外すだけなんですが、前にめちゃくちゃ便利なやつ買ったのに、ここでも使ってない。ボルトにレンチをはめたら、そのまま抜かずにカチカチっとボルトを外してくれるラチェットコンビネーション。あんなに便利でいいもの買ったのに使わないなんて。シート下のカウルを外していくんですが、ここを外すとバッテリーボックスが見えてきます。バッテリー交換がしたい方はシートとここの部分を外せば OK です。次にサイドカバーを外していきましょう。ボルトもそうですが、ないものいっぱいです。プラモデルと違って大きな部品なので、おどおどしていましたが、外せば外しただけ楽しくなってくるんです。このパーツも外せた、このケーブルも外せたって思いながらやってました。ウインカーのケーブルは爪で固定されているのと、砂ぼこりで汚れて外しづらかったです。でも服もかなり汚れるので、ゴム手や軍手など用意した方がいいですね。左側のサイドカバーも外していきますが、右側と外し方は同じです。ケーブル関係は絶対に引っ張りすぎてはいけないと、カウルを外す前からナスさんに注意を受けていました。きっと私がダダクサなので引っ張ると思っていたのでしょうね。ガソリンタンクのキャップとテールランプのケーブルを外して、テールカバーを外していきます。ここは結構ボルトが残ってました。カウルを外すとき、テールランプのケーブルが引っかかっている状態で、初めは気づかずちょっと引っ張ってしまいました。あとはテールを外していくだけ。まだやってますね、猫ニコ版。ナスさんに教えてもらってから目についてしょうがないです。安住工場委員会。ではフロント部分に移ります。ボルトが錆だらけで全く動きません。
こういった場合、コメント欄で教えていただいたのが、ドライバーにメガネレンチを通してトルクを上げる方法。ドライバーの軸が六角なので、こういった使い方もできるんですね。この後ヘッドライトカバーを外そうと思ったんですが、またまた外れない。ボルトもはまっているわけではなさそうだけど外れない。サービスマニュアルを読み直してみると、ここの部分だけ爪ではまっていて取れなかったようです。爪は強引に引っ張ると折れちゃうので注意が必要ですね。カバーを外して見えてくるどら焼きみたいなやつ、これがホーン、警笛ですね。直接雨が当たる場所なのでサビサビ。外して今度サビ取りしていきたいと思います。私と同じようにやったことがない方にはすごいことのように思えるかと思います。ただこれはサービスマニュアルのおかげ、私の能力ではありません。順番通りに作業を行えば誰にでもできることですね。2000円ほどで購入できるので、1冊持っておけば女性や初心者でも簡単な整備は可能になります。最後にタイヤの横についているサイドキャップ、それとタイヤの上についているフロントフェンダーを外してカウルの取り外しは完了です。外したボルトはサービスマニュアルの番号を書いて段ボールに挿しておく。ナットはボルトにくっつけておけば、組み直すときに間違えずに元に戻すことが可能なはずです。カウルの取り外しをやってみて、一番の反省点は工具が選べないこと。事前準備をしていたのはいいんですが、工具と状況が結びついていません。さすがにサービスマニュアルにこの工具を使いなさいとは書いていないので、実践を重ねて覚えていかなければいけないですね。安住工場委員会では、カウルを洗っていきます。はじめはスポンジと中性洗剤で洗いましたが、汚れがすごい。長年徹底的なメンテナンスがされていなかったんでしょうね。それにしても一つ一つが大きいので洗うのも大変でした。特に車体の下の方についているカウルには油や砂ぼこりがたくさん。中性洗剤では落としきれなかったので、1日乾かしてからパーツクリーナー、ウエス、あと綿棒も使ってしっかりきれいにしました。もちろんフレーム側もきれいにしていきます。その前にバッテリーを外しておきます。感電したり故障の原因にならないようバッテリーは外しておいた方がいいですね。普通の洗車ならここまで気を使う必要もないんですけど、目標は新車、フレームもきれいにしていきましょう。外したコネクタはビニール袋とガムテープで保護していきます。ビニール袋をかぶせて根元の方はガムテープで留めておきました。すぐに乗り出すわけではありませんので、一応念のためくらいの防水です。ではフレーム洗っていきます。出ました、安住チキン。壊れたらどうしようとシャワーを使わずスポンジでフレームを濡らしていますが、雨でも外に置いてあるものなので多少の水で壊れるものでもありませんよね。それにしてもかなり汚れています。基本砂ぼこりなので、ちょっとこすっただけでめっちゃ綺麗になります。どら焼きはボルト1箇所で止まっているだけなので簡単でした。ついに面倒くさくなってきて電動ドライバー登場です。リアタイヤ周辺も洗っていきます。一応洗車の際、エアクリーナーの空気を取り込む穴にウエスなど何か水が入らないようにしておいた方がいいそうです。ピボットシャフトを洗っていきます。ここの汚れめちゃめちゃ頑固です。こんな頑固な汚れには頑丈なワイヤーブラシで、前使ったものよりいいものだからすごく丈夫。お水を手ですくってピボットシャフトを濡らしてワイヤーブラシでゴシゴシ洗っていきます。出てきた金属はめっちゃ綺麗、だんだん綺麗になっていきますね。
し。洗って落ちた油分、落としてはいけない場所もあります。そういった場所にはしっかりグリスを補充していきます。今回だとハンドルとタイヤをつなぐステアリングベアリングとピボットシャフト、グリスも用途に応じて種類があるんですが、今回はとりあえずウレアグリスというものを購入してきました。グリスについてはまたの機会で詳しく動画にしようと思っています。最後に新品のバッテリーに交換して今回の作業は終了です。メーカー推奨バッテリーがベストなんですが、今回は互換品、海外メーカーのバッテリーです。値段は推奨だと5000円前後、乗り出し前には正規品に交換するかもしれませんが、とりあえず確認のためにも安いバッテリーに交換しました。今回はカウルをすべて取り外して隅々まで掃除したんですが、いや汚かったですね。油汚れに砂ぼこりがこびりついちゃってなかなか大変でした。油汚れにはパーツクリーナー併用しながらきれいに落としていきましたが、基本的には中性洗剤でゴシゴシしただけなんですけれども、かなり若返りますね。あと掃除すると悪い部分も見えてきます。今回はサビ、フレームのサビめっちゃ見つかりましたよ。古いバイクなのでしょうがないと思いますが、新品に近づけるなら補修対象ですね。見た感じ完全に朽ち果てた状態ではないので、後日できる範囲で直していこうと思います。清掃の方が一旦できたのでバッテリーを交換してエンジンをかけてみたんですが、エンジンをかけた時にセルを回したらガチンって変な音が鳴るんですけど、これ調べたらワンウェイクラッチが悪くなっている可能性が高いみたいです。この部品の劣化はヤマハのバイクだと多いらしいですね。これも新しい部品に交換予定です。その他にもエンジンのかかりが悪いので、先にハンドル周りのリメイクを行っていくんですが、エンジン関係はキャブレターやプラグなど、旧廃棄のことを先にやっていこうと思っています。この動画を見ていいなと思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた見てください。ありがとうございました。